うの決めた。お客様、何かお気に召した商品はありましたか？今年流行のものも揃えていますので、よろしければ。そう、お客様、お綺麗なので何でもお似合いに。また来ます。あのお客様は強く押しちゃダメなんだって。ギターじゃなくてベースをやろうと思ったの？だってギターは、あ、恥ずかしい。あ、恥ずかしい。ギターってバンドの中心って感じで、先頭に立って演奏しなきゃいけないし、観客の目も自然と集まるだろ。自分がその立場になるって考えただけで。はっ、ミオちゃん。はっ、邪王診断は全て握っている。よいぶ。去年、実家に行った時とは大違いだな。相変わらず仲いいな、お前ら。勝手に取るなよ。いいだろ、付き合ってるんだし。付き合ってるっていうか、別に他のやつに見せたりしないから。プリントして後でやるよ。俺たちは相当修行したからな、お前らには負けねえぜ。うっせえってばよ。サスケならともかく、俺がお前らなんかに負けるか。ごめん、ナルト君。キバ君もそんなつもりで言ったんじゃ。え？あ、赤丸、うまそうになったな。あ、すみません。何か用でござるか？え？ござる？セリフが。上杉さん、お風呂長いね。きっと美少女たちの残り湯を堪能してるんだよ。お風呂呼びに行く？せっかく風太郎くんいるんだから、積極的にアプローチしなよ。何のことだかわからない。あ、でもあなたは土下座しなくていいですよ、田所めぐみさん。指綺麗ですね。この人なんか怖い。ネジ、やっと見つけたぞネジ。お前、俺に何か恨みでも。本物のナルト君。なんだ、864章ヒット。返却日1ヶ月も過ぎてるんですけど、他にも借りたい人がいると思うんですけど。図書館の本はみんなの本なんですけど。はいはい、わかりました。以後気をつけまーす。行こ。あんなしつこく言うことないじゃんね。本返すのってなんか忘れちゃうよね。モリー、ファーストフードはどうですか？ダメかも。あ、そっか、ミオにはハードル高いかもね。怖い人が出てきたらと思うと玄関のベルが押せない。オーダーが聞きに行けない。ミオさん、ごめんね、無理しなくていいから。君さ、ちょっと可愛いと思って人のことバカにしてんだろ。寄って、料理が広げられないから。こうして見るとあんたたち結構お似合いじゃないね、ボタン。ぽいぽい。
ひふみ先輩っていつもお昼どうしてるんだろう。何か用？いえ、ひふみ先輩はお昼ご飯食べないのかなって。緊張しなければ赤点は回避できそうですね。でもどうすればいいのかな。私は人を野菜か何かに想像し頭から排除しています。いつもそんなことを。でも好きなものに例えるのはリラックスできるかも。好きなもの。それは余計に緊張するかも。何を想像したの。神様が女の子を怒らせるのにも慣れてきましたよ。お金出してあげるからちゃんとした店で服買ってきな。え、やだ。え、やだじゃない。だって服やって店員が話しかけてくるんだもん。やだやだ、絶対やだ。そんなまた子供みたいな。日向が面倒を見てくれるらしいしねえ。もし本気で言ってるならこっち来い。冗談です、ごめんなさい。ひなた？別に恥ずかしがって隠そうとしなくてもいいじゃない。女同士なんだし、もっとゆっくりお湯に浸かれば。なんか浮いてきちゃって。田所君、君の才能は寿司店でこそ伸びる。いいえ、めぐみちゃんは私が大切にお持ち帰りします。もう声をかけてるのか。これひなた、ひなたが。いらっしゃいませ。何かお探しですか。お客様こういうのおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます、だからみんなでお弁当でも持って。皆様おはようございます。おはようございます。バイ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 、はあ、相変わらずだね、あんたの人見知り。どうにかなんないの。かなで、そのくらいで。優しくてかっこいい人。痩せてて勘のいい人。優しくてかっこいい人。やさぐれてかわいい人。優しくてかっこいい人。セミシグレイフリート。どんな男やねんそれ。優しくてかっこいい人。優しくてかっこいい人。大きな声で言わないでバイバイ。やあ、ごめんごめん、遅れちゃって。捕まえるのに手間取っちゃって。またしても少女だった。しかもすんげえ美少女だった。ここどこですか。なんで私連れてこられたんですか。なんで鍵を閉めるんですか。一体何。黙りなさい。紹介するわ、朝日奈みくるちゃんよ。紹介終わりかよ。この間はすごく楽しかった。すごくすごく楽しかったの。私もだよ。